あ、どうもすいませんね。なんかね、うちらの、私たちはあんまり練習しないでも、いや、かっこよく言えばインプロビゼーションバンド。イエイ。みんな結構本当にね、いろいろ上手なんで練習を必要としない。練習が嫌い。練習が嫌いなんだ。嫌い。っていうのは真っ赤の嘘で、まさかこんな感じだとは思いも よらなかったので。まあ、そういう感じで、自分の人生を歌ったっていうか、いやいやいや、自分じゃないでこれは。とそれじゃですね、とカラッカキの中の老人という曲を歌います。で、黄色い書籍だから
ません。聞こえなかった。うん、そうそう。入ってなかった。何のまんま？チューニングのまんま。これチューニングなんとね、音が入ってる。次はですね、北への思いっていう曲で、まあ古い曲なんですけど、私としてはある便箋を買いましてですね、その便箋の表紙に詩を書いてありまして、それに曲をつけました。で、どういうわけか有名な佐藤宗幸がその曲を歌いたいと。で、それで最初の青葉城恋歌っていうレコードの中に佐藤宗幸この歌を歌って入ってます。で、うん、で私にその曲、作曲代だけがちょっと入ってきましたけど。
もっとやってもいいんだけど。やって。じゃあ最後にブルースを一曲やって終わりたいと思います。どうだろうか、ブルース。ベースこっち向いてやって。そうそうそう。顔向けて。ちょっと脳梗塞じじいなもんね。リハビリ中です今。出ないかね。時間はたぶれるよ。それからやって。
ないですよ。ただのおじさんじゃないってよ。武田さんかっこいい。俺かっこいい。今のあれね。あいや、あのこの辺の近所、今年始まって以来の大音響のね。あのね、ちょっと、あの多分皆さんも来たかな。いやいや、拍手お願いします。長くった途中20、30年くらい。